イギリス国鉄2 5 1系及び261型はブループルマン編成として広く知られる電気式機動車でバーミンガムにあるメトロポリタンマイナスキャメル社のソルトレー工場で1960年に製造された。ブループルマン編成はイギリス国鉄でのプルマン規範の長尾を飾った。当初プルマン車両会社系列の最終番号が 付与されるはずであったが、登場前に、プルマン社が国有化されたため実現しなかった。5編成だけが製造され、最も重要な急行列車、セントパンクラス発のミッドランドプルマンとロンドンパディントン発のウェスタンプルマンに用いられた。内装は実に豪華だったが、スイスで設計された台車の乗り心地が悪く、保線状態の良いグレートウェスタン本線ではほとんど問題はなかったが、 ミッドランド本線では乗り心地の悪さが露呈した。プルマン同様のクオリティが1972年にトーマークに客車の一等車でも得られるようになり、国鉄管理部門と乗客双方での人気に陰りが見えた。国鉄管理部門はマークに客車の方が安上がりなことを知っていたし、乗客にしてみればサービスが特に向上するわけでもないのに日本度の 追加料金を払う意味はなかったからである。ブループルマンの塗装は特徴的な南京ブルーからペールグレーと青に変更された。この塗装は事実上ブループルマンを置き換えることになる HST の試作車252型にも採用された。トップス導入による形式分類では動力車に251系、キッチンカー及びパーラーカーに261型が割り当てられた。 実際にトップス番号にしろそれ以外の番号にしろ車両番号が車体に表記されることはなかった。晩年に運用編成を増やすための組み替えが行われるまでは当初の編成が保たれていた。結局のところ少数の非標準的な編成を各も少ない列車のために維持するのは前後編成が西部局に集中配備された後でもあまりにも非効率であり、 1973年に廃車となった。保存車両はない。スウォンジー近くのモリソンにある高変数で解体されたものもある。ブループルマン自体は成功とは言えないが、高速固定編成による都市間輸送列車の可能性を示し、インターシティ125の開発を促した。編成の両端角1両は、 ディーゼルエンジンを搭載する動力車で、主電動機は両先頭動力車とその後ろ各一両に搭載する。戦闘動力車は、機関と主電動機、二両目の電動車には、主電動機のみを搭載し、その他の中間車は付随車で構成される。列車暖房は電気式で、G 車両の床下エンジンにより供給された。以下の2種類の編成があった。DMBFMFKTFTAF。 mfkdmbf6906736740674167316916926732674267436733693?dmbsms tfktf tfks TF dmbs 6万946万6 4四6万7346万7446万7456万7356万6456万956万966万6466万7366万7466万7476万7376万6476万97 6万98、6万648、6万738、6万748、6万749、6万739、6万649、6万 99? ブループルマン編成は、ジェームズ・リッチー監督のイギリス運輸映画、ブループルマンに登場した。この映画では、ブループルマンの開発、準備、列車での旅行が取り上げられた。 それまでのイギリス運輸映画同様、登場人物は科学者、技術者、乗員それに、乗客も含め全て俳優による演技である。この映画は1961年フィルムフェスティバルの技術工業部門賞を含めいくつかの賞に輝き、クリフトン・パーカーの音楽も高く評価されている。ブループルマン編成は、翌1962年のイギリス運輸映画、 バーミンガムへ移行でも取り上げられた。これは主にロンドンパディントンからレミントンスパ経由バーミンガムスノーヒルまでの走行の運転室からの眺めで映画ロンドンからブライトンまで4分で同様の高速短縮版である。この映画に登場した運転士は不幸にもクノール通り自駅での衝突事故で撮影の数ヶ月後に亡くなった。この他 1965年ノーマン・ウィズダム主演の映画アーリーバード日本のちょっと登場している。ありがとうございます。